白根直樹は、島根県松江市出身の元プロ野球選手、野球指導者、宇藤右内。松江市立の義小学校3年生の時に、野木ライオンズで野球を始める。松江市立湖南中学校時代に所属した、野木ライオンズシニアでは、2年時に西日本大会優勝、3年時にベスト8という実績を残した。海星高校に進学後は、 投手として一年次の春から公式戦に出場。一年秋以降から三年夏までは、エースとしてほぼすべての公式戦に登板した。二年時には、一年先輩の糸原健虎と共に、春夏連続で、甲子園球場での全国大会に出場。春の選抜大会では、紅葉高校との初戦に1-2で敗退。夏の選手権大会では、 初戦の仙台育英高校戦で5-6と、赤敗したが、木村健吾から本塁打を記録した。3年時には、夏の島根大会で3本塁打を記録し、選手権大会へ出場。柳井学園高校との1回戦では3安打カンプー。2回戦で、後にこの大会を優勝した、日大第3高校に8から11で敗退した。しかし、打撃では、 相手エースの吉永健太郎から4アンダを記録している。高校通算40本塁打の打力や遠投120メートルの強権などが評価され、2011年のプロ野球ドラフト会議で福岡ソフトバンクホークスから内野手として4巡目で指名。契約金4000万円、年俸500万円という条件で入団した。入団当初の背番号は55。 2012年には、春季キャンプ前の新人号同時試トレーニング中に、右肘の違和感を訴えた。後の精密検査で、右肘関節の内側側副靭帯損傷、肘頭骨極尺骨神経障害と診断されたため、2月に、右肘内側側副靭帯再建手術及びかしら、骨極除去手術を受けた。その後は、リハビリに専念したため、 実戦への出場機会はなかった。2013年には、ウィリー・モーペーニャの背番号変更に伴い1月9日から背番号を65に変更。2月の春季キャンプでの練習試合で実戦に復帰した。シーズン中には3軍戦38試合に出場したが、7月に右肩のあだきを起こしたため、2軍戦には2試合の出場にどまった。2014年には、 93試合に出場した3、軍戦で、チームトップの10本塁打を記録。しかし、ウエスタンリーグの公式戦では7打数無安打に終わった。シーズン終了後には、支配下選手契約の解除通告を経て、11月27日に、育成選手契約を締結。これを機に、背番号を123へ変更した。2015年には、 ウエスタンリーグの公式戦に三塁手として出場する機会が増加。打撃面でも一次リーグの暫定首位打者になったほど好調だったためフレッシュオールスターゲームではウエスタンリーグ選抜のメンバーに選ばれた。結局ウエスタンリーグ公式戦では打率2743本塁打という成績でシーズンを終了し3軍戦でも52試合の出場で打率。 335を記録した。球団では、翌2016年も、白根と育成選手契約を結ぶ方針を立てていたが、支配下登録選手経験があり、一旦自由契約となる白根は、育成選手としての再契約を拒否した。自由契約選手として10月30日付で、NPB から公示され、打球団での支配下登録選手復帰を目指し十一月十日の十二。 球団合同トライアウトに参加した。トライアウトへの参加が発表された際には、ホークスに戻ることはありません。来年で5年目になるので、残って育成のままで終わってしまうのであれば、トライアウトを受けた方が後悔はないとコメント。この決断に対して、ソフトバンク一軍監督の工藤君康からは、球団としては育成で契約して欲しかったが、自分なりに決断したことだから、 そこにかけたいという思いがあれば、チャレンジすることは悪いとは思わない。彼にとって良い結果になればいいというエールを送られた。トライアウトでは、シートバッティング形式で7人の投手と対戦。3塁打、2塁打を1本ずつ放つなど、7打数3安打という結果を残した。2015年11月17日に、横浜 DNA ベイスターズが、 知らねを支配下登録選手として契約することを発表した。推定年俸は450万円で、背番号は60。DNA への入団記者会見では、育成選手はプロ野球選手ではないと思っていた。いずれはやめなければいけないのだから、その気持ちに嘘をついて続けるより、自分の意志で野球を続けたいという表現で心境を吐露した。高校の先輩である、 カジタニ・とチームメイトになったことからカジタとクリーンアップを組めるほどの活躍を目標に挙げた。2016年には春季キャンプの序盤から1軍に合流したものの公式戦の開幕を2軍で迎えた。イースタンリーグ公式戦で開幕から4月末までに打率328に本塁打、14打点リーグ1位の39安打を記録したことから 3.4月度のリーグ月間 MVP を受賞した。4月14日に自身初の一軍昇格を果たすと、16日の大東京ヤクルトスワローズ戦では、6番一塁手としてスタメンで一軍デビュー。しかし、レギュラーシーズン全体では、一軍公式戦3試合の出場で4打数、無安打に終わった。その一方で、イースタンリーグ公式戦には、 リーグトップの120試合へ出場。打率は269ながらリーグ最多の118安打を放ったほかチーム2位の10本塁打とチームトップの58打点を記録した。2017年には登録上のポジションを外野手へ変更した。6月17日の対オリックスバファローズ戦7回裏に代々起用されると一軍公式戦での初安打を 佐藤達也からの2点本塁打で記録。チームも14から5というスコアで対象したことから、試合後には、戸柱春高、桑原正幸と並んで、ヒーローインタビューを受けた。もっとも、一軍公式戦への出場はわずか12試合で、本塁打も、この一本にとどまった。2018年には、イースタンリーグ公式戦66試合に出場。打率25、255。 一本類打、15打点という成績を残したが、一軍公式戦への出場には至らず、10月3日に、球団から戦力外通告を受けた。この通告を機に、現役からの引退を決意。12月2日付で、NPB から自由契約選手として公示された。2019年1月24日に、四国アイランドリーグプラスの愛媛マンダリンパイレーツから、 野手コーチへ就任することが発表された。就任後は実戦から離れていたが、シーズン終了後の11月30日には、内野手として第1回ワールドトライアウトに参加した。参加時の背番号は14で、本人は選手のスカウティングを目的に出向いたところ、急に参加しろと言われたと説明していた。その後も現役に復帰することはなく、2020年の 契約期間満了を機に愛媛を退団。投手としては、救出の重い最速時速1 4 9キロメートルのストレートを中心に多彩な変化球を投げ分けていた。ソフトバンクの育成選手だった2014年のシーズン、終了後には野手へ転校していたにもかかわらず、マイナーリーグ AA 級の球団から投手としての獲得を打診された。高校時代には、 体重が一時1 0 5キログラムにまで増加。その風貌や剛腕ぶりと相まってメディアからは島根のジャイアンの異名をつけられた。知らねによれば高校ではほとんど練習せず動かなすぎたので態度が悪かったのかもとのこと。ただし覚えてもらえるので嫌じゃないと後年語っている。打者としては高校時代から北川博俊モデルのバットを使用。 追い込まれてからも右の方向へ打球を飛ばせると自認するほどの力強いバッティングが特徴でソフトバンク時代に体重を3 0ラムほど減らしたにもかかわらずパワーは高校時代と変わらないという DNA で移籍1年目に自身初の一軍昇格を果たした際には去年までだと見えていない世界なので素直に嬉しい行動してよかったと述べた 小さい頃から母子家庭で育ち、2017年にプロで唯一放ったホームランボールは母親にプレゼントした。しかし、2018年4月に54歳で休止。同年秋に戦力外通告を受け、母と野球を同時に失ったと語る。DNA で現役を引退した直後には、TBS テレビ制作の中井くん決めて、エグゲスト出演。 野球に未練があることや2018年に結婚したばかりであることを明かした上で MC の中井雅宏に深度の相談を持ちかけた相談の内容は給料の安い野球の指導者へのオファーと給料の高い飲食店の店長へのオファーを受けて悩んでいるというもので同局でドラフト緊急性特番お母さんありがとうの MC も務めるほどの野球通である中井は 白根に対して、給料が安くても、野球の仕事に携わると進展がありそう。奥さんもきっと分かってくれるとアドバイス。収録後に、白根がその胸を妻に伝えたところ、中井のアドバイスに賛同した模様も放送された。実際には、放送の3日後に、独立リーグのコーチへ就任することが発表された。ありがとうございます。